はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験1校目の試験で芽生える受験への自覚です。それでは西荻フレンドリースクール室長の近藤由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まあね、ここに至るまでの段階にかなりもう自覚もできてるんだけど、うん、試験会場に行ったことで初めて経験することもありますもんね。ありますね、はい、ただ学校を見に行ったり、うん、学校見学したりとか、まあね、プレ入試だったり、うん、いろいろありますけど、うん、でもやっぱり子供としては何かを感じ取ってくるっていうか、合否、うん、に関わる機会というかね、うん、でまあいろいろでした時にやっぱり紺色のね洋服を着ていく時、これが試験なんだよって、こう、うちなんかはまあ言えるから、まあ例えば面接に行った子でも、いや普段は私服だからってことね。そうそう、うちは普段は私服だからね、うん、で授業もね、うん、まあ一旦帰ってきてからもうちに来たんですけど、試験が終わってから一回帰ってきたってことね。そう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 、うん、で着替えては来たけど、はい、でもっつったの、あんたさ今日初めて行ったからね、今日何色の洋服着てった、こういうの着てった、そうでしょ、あれを着てった時が試験なんだよ、わかるっつったら、わかるっていうようなことを言ってたから、やっぱりこう試験を受けていくっていう自覚が、うんうん、まあ日に日にそれを着てった時には試験なんだなっていうことがこう分かってくる、うんうん、でやっぱりすごくみんな緊張して、面接だったんだけどみんな緊張して帰ってきてるから、はい、今までにない姿だなと思ったし、うんうんうん、やっぱりそこでちゃんと喋ることができた人はやっぱりすごく自信になってるみたいで、うん、また次の学校行くときにね、またちょっと違うかなっていうのを感じましたね。そうですね、うん、はい、だからやっぱり全然見知らぬ先生、うんうん、でそれってやっぱりちょっと幼児教室とは違うっていうか、その人たちってみんな小学校の先生だから、はい、やっぱりちょっと雰囲気も違うだろうし、結構難しい言葉も使われちゃったりすることもありますね、こともあるから、やっぱりね子供としてはどうやって切り返しをするかっていうことも頭の中で考えて必死で必死でね、そう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 、でもその姿っていうのもやっぱり大事だし、最後まで諦めないっていうね、うん、そういうものってすごく大事なので、やっぱり試験初日っていうものを、まあ9月に迎える人もいれば10月に迎える人もいる、11月にね迎える人も初日ってのあるかもしれないけれども、やっぱり子供って一個ずつ試験を受けていくたんびに、それやっぱり模試とはちょっと違うんですよね。やっぱり違う雰囲気を感じるんだと思うんですよ、うんうん、学校の本番独特のね。そうだから、うん、模試と違うっていうことで、やっぱりこう一個受けて、まあ成功なり失敗なりしてるところは反省してまた2校目に臨んでいく。だから結構2校目に臨んでいく子なんかは、1校目はちょっと緊張してるみたいだったんですけど、2校目に臨む、まあ、練習した時にはなんかすごく自分の頭の中が整理されてってるみたいで、だからすごくやっぱり一個一個ずつね、うんうんうん、制覇することによって子供はこう進歩していくっていうかね。だから非常に受けっぱなしはダメだけど、そう終わった後でやっぱ整理も大事だと、うん、整理も大事で、こういう時にこれは言わなかった方が良かったんじゃないかとか、ここでやっぱりお辞儀が足りなかったんじゃないかとか、もうすぐどうぞどうぞって言われてると挨拶する暇がなかった場合でも、やっぱり臨機応変っていうのも必要だっていうことを学んだと思うんですよね。そうですね、うんうん、食らいついていくぞっていうね。そうだから1校目の試験っていうのは大事だし、これが試験なんだっていうことをね振り返る、そう振り返る、だからこそ絶対に振り返らないといけないんですね、うんうん、はい、と思います。はい、
うん、ということでね、まあ、あの埼玉県とか特にね始まったばかりなので、まあ、皆様もお疲れのところとかね、初めての緊張でびっくりした方もいるかもしれませんけどね、これからこれを重ねていってね、よりね精度を高めていければという話でした。そうですね、はい、でも私たちのも大変ですよね。そうですね、こんな時間になっちゃいますもんね。はい、今日は土曜日の11時でございますね。そうですね、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは面接特訓コース現在も受付をしております。よろしければぜひこちらご活用ください。子育て、幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。体験授業も受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスは info@friendly-school.com です。教室では引き続き小学校受験、幼稚園受験、海外での教育、英語教育など幅広いテーマでいろいろとお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録や高評価もお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。